快速和歌山方面岩佐行きです。まもなく発車いたします。やべ、そうしてつやこれ。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。快速和歌山方面岩佐行きです。止まります駅は西九条、弁天町、大正、新今宮、天王寺、堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、姫野、泉砂川、紀伊、武蔵田、和歌山から終点の紀伊国線岩佐まで各駅に止まります。車掌は岸田です。次は西九条、次は西九条です。 JR 埋設線と阪神線は乗り換えです。西九条を出ますと次は弁天町に止まります。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。 JR 西日本では3月17日土曜日に実施するダイヤ改正に伴い新大阪駅からの快速電車の運転を取りやめます。ダイヤ改正以降は天王寺駅和歌山方面へのご利用のお客様は大阪駅にてお飲み会が必要となります。また特急黒潮も増発しておりますのでぜひご利用ください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく西九条です。お出口は左側です。JR 夢咲線ユニバーサルシティ方面桜島行きご利用のお客様は、降りられましたホーム3番乗り場から6時48分発です。西九条を出ますと、次は弁天町に止まります。到着の際、電車が少々出ますので、ご注意ください。まもなく、西九条です。次は弁天町です。地下鉄線は乗り換えです。弁天町を出ますと次は大正に止まります。ありがとうございました。まもなく弁天町です。地下鉄線は折り替えです。お出口は左側です。
弁天町を出ますと次は大正に停まります。次は大正です。地下鉄線は折り返す。大正出ますと次は新今宮に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく大正です。お出口は左側です。地下鉄線は乗り換えです。大正出ますと次は新今宮に停まります。橋原橋今宮には停まりませんのでご注意ください。大正です。快速和歌山方面岩崎です。次は新今宮、次は新今宮です。大和路線環状線内回り鶴橋京橋方面と
南海線、地下鉄線、阪海線はお乗り換えです。新宮を出ますと次は天王寺に停まります。この先、電車が少々左右に揺れますので、お立ちのお客様は、つり革、手すりなどでお使わせください。まもなく、新今宮です。お出口は左側です。大和路線、環状線内回り、鶴橋、京橋方面と、南海線、地下鉄線、阪海線はお乗り換えです。新間宮を出ますと、次は天王寺に停まります。勝浦で、キー田辺から、妻で特急進む。うわ。あれですよね、南紀ですよね。高いっすね。5000円ぐらい。いやー、なんか見た。18キロくらいだったね。まあ、しょうがないですね。そう、そうなんでしょ。これも聞いたのまで行ってくれたらよかったのにね。そうするとほら、おるでしょ、聞いたのに。今すぐ日韓に行ってあるんですよ、いやさかだろうと。静岡並みに地獄です。一回東京に170行ってくれますね、ここから釣り橋から。次は天王寺、次は天王寺です。お出口は右側に変わります。天王寺を出ますと、次は堺市に止まります。53分、鶴橋乗る予定です。まあ、50分が6分くって仕方ないので、今日56分だったら、右手に103キロ来たっていう。5分前でも行けるやつか。これ、LINE とかで送るとき5分で切れてしまう。ご乗車ありがとうございました。まもなく天王寺です。お出口は右側15番乗り場に着きます。到着の際、電車が少々揺れますのでご注意ください。この電車は快速和歌山方面湯浅行きです。天王寺を出ますと次は阪和線堺市に停まります。今年度ね、来年度にはいいんですよ。4月から3月くらい。でも、103系とか奈良線みたいにめっちゃ見えますよ。奈良京都、あそこ普通103系なんですよね。僕も滋賀なんですけど、まあ、とか止めてくれる。キーハンで仕事させてください。頑張ってください。
最終駅で少しの連絡で和歌山駅に、泉府中駅で日根野行きに、熊取駅で和歌山行きの普通電車にそれぞれ連絡をいたします。50分の発車です。発車まで1分ほどお待ち合わせください。いたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。快速和歌山方面湯浅行きです。この先電車が少々左右に揺れますので、お立ちのお客様は足元にお気をつけください。止まります駅は堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取、日根野、泉砂川、紀伊、武蔵田、和歌山、和歌山から紀伊国線、終点の湯浅まで各駅に止まります。普通電車の連絡は、堺市駅で少しの連絡で和歌山駅に、泉府中駅で日根野行きに、熊取駅で和歌山駅の普通電車にそれぞれ連絡をいたします。車掌は岸田です。途中和歌山までご案内をいたします。お待たせをいたしました。次は堺市、次は堺市です。お出口は左側に変わります。堺市を出ますと、次は三国ヶ丘に止まります。スマートフォン、携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内では周りのお客様のご迷惑となりますので、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。
今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。 JR 西日本では3月17日土曜日に実施するダイヤ改正に伴い新大阪駅からの快速電車の運転を取りやめます。ダイヤ改正以降は天王寺和歌山方面へご利用のお客様は大阪駅にてお乗り換えが必要となります。また特急黒潮も増発しておりますのでぜひご利用ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく堺市です。お出口は左側です。普通電車和歌山駅ご利用のお客様は2番乗り場から7時1分発です。降りられましたホーム2番乗り場でしばらくお待ちください。堺市を出ますと次は三国ヶ丘に止まります。
次は三国ヶ丘、次は三国ヶ丘です。南海線は乗り換えです。三国ヶ丘を出ますと次は大鳥居に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく三国ヶ丘、三国ヶ丘です。南海線は乗り換えです。お出口は左側です。三国ヶ丘を出ますと、次は大鳥居に止まります。快速和歌山方面、湯浅駅です。次は大鳥、次は大鳥です。羽衣線、東羽衣方面は乗り換えです。大鳥を出ますと、次は泉府中に止まります。
ご乗車ありがとうございました。まもなく大鳥、大鳥です。お出口は左側です。羽衣線東羽衣方面お越しのお客様は橋を渡りまして五番乗り場へお越しください。大鳥を出ますと次は泉府中に止まります。まもなく大鳥、大鳥です。快速和歌山方面岩田駅です。まもなく発車いたします。次は泉府中に止まります。2番乗り場から快速和歌山方面岩田行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。快速和歌山方面湯浅駅です。普通電車の連絡は泉府中駅で日根野行きに、熊取駅で和歌山行きの普通電車にそれぞれ連絡をいたします。次は泉府中です。泉府中を出ますと次は東岸和田に止まります。
乗車ありがとうございました。まもなく泉府中、泉府中です。お出口は左側です。ほら、普通電車ひねの行きご利用のお客様は着きましたホーム向かい側停車中の電車にお乗り換えください。泉府中を出ますと次は東岸和田に止まります。剥がすん時間かかるとかですかね。あ、さっきの船の。これ、この後ろも取っといた。この後ろも一応取っといた。なるほど。次は東岸和田、次は東岸和田です。東岸和田を出ますと次は熊取に止まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく東岸和田、東岸和田です。お出口は左側です。東岸和田を出ますと、次は熊取に止まります。
てるもしかして。快速和歌山方面湯浅駅です。次は熊取、次は熊取です。熊取を出ますと次は日根野に止まります。次の熊取駅で普通電車和歌山駅に連絡をいたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく熊取です。お出口は左側です。普通電車和歌山駅ご利用のお客様は次
着きましたホーム向かい側停車場の電車にお乗り換えください。もう若いの。で熊取を出ますと次はひねのに止まります。次はひねの、次はひねのです。関西空港線はお乗り換えです。ひねのを出ますと、次は泉砂川に変わります。ご乗車ありがとうございました。まもなく、ひねのです。お出口は左側です。関西空港線、関空快速、関西空港機ご利用のお客様は、2番乗り場から7時33分発です。降りられましたままでしばらくお待ち合わせください。ひねのを出ますと、次は泉砂川に止まります。ひねのです。